子役として活動後、1986年に映画、野行山行海辺行で注目され、長く活動してきた林康文、林康文さん。1992年には主演映画、青春でんでけでけでけで、日本アカデミー賞新人俳優賞に輝いた実力派です。私生活についてはネット上で、結婚したという情報や、彼女がいるという情報が飛び交っているようです。プライベートをチェックしつつ、子役時代の詳細、似ている芸能人、韓国人説を確認していきます。林康文のプロフィール、本名、林康文、生年月日、1971年12月7日。身長、175cm。出身地、東京都。最終学歴、亜細亜大学。目次、林康文は結婚せず独身か。林康文の彼女が中山忍という噂はデマの模様。林康文の子役時代、林康文と似てる有名人は多数。林康文は韓国ではない。林康文は結婚せず独身か。林さんが結婚しているのかどうか、確認していきましょう。結論から言うと、林さんは私生活に関する情報をほとんど公表しておらず、結婚しているか不明でした。ただ子供がいないことは確かなようですから、50歳を迎える2021年現在も、独身の可能性が高そうです。家庭的な雰囲気の男性役を多く演じてきたことを考えると、やや意外かもしれません。私生活でも役柄同様に、優しいお父さんとして家族を見守っていそうですよね。ちなみに林さんの趣味と特技は、スキューバダイビング、水泳、剣道など幅広いそうです。多彩な趣味を楽しみながら、独身生活を満喫しているのかもしれませんね。林康文の彼女が中山忍という噂はデマの模様。ネット上には、林さんが女優の中山忍さんと交際していたという噂が流れています。中山さんは、女優の中山美穂さんの妹で、ドラマ、男だろって女優としてデビューしました。今も2時間ものの刑事ドラマなどに出演し、女優業を続けています。林さんと共演を果たしたのも、刑事ドラマ、刑事吉永誠一涙の事件簿でした。同作での共演がきっかけで、交際を始めたという噂が生じたようです。ただ二人が実際に交際していた事実は確認できませんでした。デートしている姿を週刊誌に報じられたわけでもなく、二人が恋人同士である証拠は何一つありません。二人はあくまで共演者であり、恋人だという噂はデマだったのでしょう。林康文の子役時代、林さんは1978年、6歳の時にドラマ、続、アカンタレに出演し、子役デビューしました。翌年には大ヒットドラマ、西遊記にも出演しています。天真爛漫そうな、丸顔の可愛らしい少年ですね。1992年には、映画、青春でんでけでけでけで主演を果たしました。ベンチャーズに憧れてエレキギターを始める高校生、ちっくんを生き生きと演じて、高く評価されます。さらに今では盟友となった浅野忠信さんも、ちっくんのバンド仲間として登場。同作を初めて見る人は、二人の初々しい姿に衝撃を受けるかもしれませんね。林さんは翌年に、ちっくんの演技で日本アカデミー賞新人俳優賞に輝きました。今ではすっかりバイプレイヤーのイメージが定着していますが、かつては初々しく可愛らしい子役スターだったのです。少なくとも長いキャリアに裏打ちされた、確かな演技力のある俳優といえます。林康文と似てる有名人は多数、林さんと似ているとされる有名人は多数いるようです。いずれも血縁関係にはありませんが、どことなく似ている部分がある人たちばかり。松坂大輔と顔全体が似ている。元メジャーリーガーの松坂大輔さんもその一人です。
1998年に西武ライオンズに入団し、レッドソックスに移籍後に帰国。中日ドラゴンズなどを経て、西武ライオンズに在籍する選手です。林さんとは目元や口元がよく似ています。ただ体格がかなり異なるため、実際に目の当たりにすると、あまり似ていないのではないでしょうか。錦織圭&大泉洋とは面長な点が似ている。世界ランキング最高4位のテニスプレーヤー錦織圭さんも林さんと似ているとされています。さらに俳優の大泉洋さんとも似ているとのこと。錦織さんと大泉さんはいずれも顔が面長ですね。林さんも顔が縦に長いため二人と似ているとされるのでしょう。金子貴俊とは全体的にそっくり。林さんと同じく実力派バイプレイヤーの金子貴俊さん、二人は顔だけでなく年齢や背丈も近いため全体的によく似ています。うり二つとまではいきませんが、兄弟だとしても納得できますね。他にも林さんと似ているとされる有名人は宮川一郎太さんやえなりかずきさん、鈴木福さんなど多くいます。要するに淡白でよく見かけるタイプの顔なのでしょう。ただにじみ出る雰囲気がスマートで、どことなくかっこよさを感じさせる人ばかりですね。林康文は韓国ではない、林さんが韓国人だという噂が流れています。しかし韓国人である証拠はないため、東京都生まれの日本人ということで間違いないでしょう。なぜ噂が生じたかというと、おそらく林康文という名前が線対称シンメトリーのためです。左右どちらに反転させても同じ形の漢字は在日韓国人の証拠だという噂が流れたことがあるようでした。そのため林さんが韓国人という噂につながったのでしょう。そもそも線対称の名前だからといって韓国人である証拠にはなりません。ネット上にありがちな根拠のない噂でしたね。